皆様こんにちは。この動画では企業の生成 AI 活用における3つの課題とオラクルのアプローチをご紹介していきます。生成 AI を活用したいがどうしたらよいかわからない方必見の動画となっております。私は日本オラクルの AI 推進室でエンジニアをしております松下です。私がこれからご紹介する内容は一般的な情報提供を目的としており、お客様の状況に即した詳細な情報提供は担当営業から別途行わせていただきます。では早速、企業の生成 AI 活用における3つの課題をご紹介します。1つ目、想定より使われない。2つ目、機密情報の漏洩リスクがある。3つ目、高額な追加コストがかかる。これらの課題の背景やアプローチについてそれぞれ見ていきましょう。ではこの質問から始めましょう。なぜ便利な生成 AI が想定より使われないのでしょうか。それは生成 AI の導入を決めた経営層や IT の期待値と現場の使いどころにギャップが生じているためです。具体例を挙げましょう。全社的に ChatGPT を導入した会社で利用率を測定したところ、なんと1割に過ぎなかったというケースは珍しくありません。その理由は、ChatGPT は公開情報に精通しているため、情報収集やアイデア出しといったタスクは得意ですが、ChatGPT 単体では社内データを扱う業務は一切できないところにあります。つまり、公開情報に基づくタスクが業務全体の1割に過ぎないため、利用率も1割にとどまるということが言えます。ではチャット GPT のような汎用的な生成 AI って恩恵を受ける職種は何でしょうか。それは公開情報に基づくタスクが多い企画職や研究職、 IT エンジニアなどが挙げられますが、この動画をご覧の多くの皆様はこういった職種ではないと思います。つまり皆様の会社にチャット GPT が導入されたとしても、その活用はサブタスクにとどまり、経理部が会計、人事部が採用といったコア業務に生成 AI を活用することはできません。またそもそも生成 AI をどういった領域で活用すればいいかわからないといった声もよく頂戴いたします。そこでオラクルは生成 AI を業務に組み込んでご提供していきます。そしてそれをアップデートの中で継続的に改善し、さらに新機能も続々とリリースしていきます。複雑で大量の社内データを扱うような業務に生成 AI を組み込むため、生産性の向上を実感していただけると考えております。またリリース予定の生成 AI 機能の例として、例えば経営報告書の作成や業績評価といった複雑で手間のかかる業務をしっかりとカバーしております。また新規に一度アップデートの中で機能の改善を通して精度の向上を図り、かつ続々と新機能もリリースしていく予定でございます。ではこうした業務に生成 AI を組み込めば万事解決かというと、決してそうではありませんね。多くの会社様でチャット GPT を導入しない、できない理由として挙げられているセキュリティをしっかり見ていく必要があります。そもそも生成 AI の学習や利用には GPU などといった計算基盤が必要となっていきますが、アプリケーションベンダーでそうした計算基盤を確保できているのはごくわずかです。つまりほとんどのアプリケーションは外部サービスを利用しているということが言えます。もっと言えば、自社の名前で生成 AI 機能をリリースしていたとしても、蓋を開けてみれば中身はチャット GPT ということが非常によくあります。アプリケーションが外部 AI サービスを使っていることの問題点は、外部データ、お客様のデータをどのように保護していくかが非常に不透明だということです。これを言うと、多くのアプリケーションベンダーは、いや、うちはセキュアだと主張されると思いますが、どのようにそのセキュアを担保しているかが重要だと考えます。ア
プリベンダーとインフラベンダーの間で交わされる契約はお客様から見えず非常に不透明です。そうした状況の中でお客様のデータを学習に使わせてくれというのは機密情報の漏洩リスクがあり到底受け入れられる選択肢ではありませんね。そこでオラクルはお客様のデータを外部に出さないので安全に利用していただくことが可能です。オラクルの強みの一つはオラクルだけで生成 AI 機能を提供できる明快で分かりやすい仕組みをご提供できることになります。こうしたアーキテクチャの違いがコストにも跳ね返ってきます。繰り返しになりますがほとんどのアプリケーションは外部の AI サービスを利用しています。そのため生成 AI 機能を使えば使うほどネットワークコストや API 料金がかかっていき、その料金をですね、お客様に転嫁すべく追加料金を請求されることがほとんどです。また外部サービスが値上げをすればその分がお客様に転嫁されてしまう構造であることは容易にご理解いただけるかと思います。そしてその追加料金だけではなく重量課金といった形でさらに料金を請求してくるケースもあるようです。オラクルはアプリケーションの生成 AI 機能を通常ライセンスの範囲内でご利用していただくことが可能です。オラクルだけで生成 AI 機能を提供できるため実現できることでございます。最後に企業の生成 AI の活用における3つの課題とオラクルのアプローチを整理して終わりたいと思います。1つ目、チャット GPT のような汎用生成 AI は業務全体の1割に過ぎない公開情報でもあるタスクしか対処できないため、想定より使われないという課題をご紹介しました。それに対してオラクルは生成 AI を業務に組み込んでご提供するため使われる生成 AI 機能を、ご提供できます。そしてアップデートの中で継続的に機能の改善をし精度向上を図り、そして続々と新機能をリリースしていく予定でございます。2つ目、一般的なアプリケーションは外部の AI サービスを利用しているため外部にデータを送信したりですとか AI モデル等の学習に使用したりと、データの機密情報の漏洩リスクがあるといった課題もご紹介しました。そこでオラクルはお客様のデータは外部に一切出さずに安全に利用いただけるような環境をご提供してまいります。3つ目の課題、一般的なアプリケーションは外部のサービスを利用しているためその料金がお客様に転嫁され高額な追加コストがかかってしまうといった課題をご紹介しました。オラクルは自社で AI サービスを提供できるため、お客様は通常ライセンスの範囲内で生成 AI 機能をご利用いただきます。以上が、企業における生成 AI 活用の課題とオラクルのアプローチのご紹介でした。皆様が生成 AI をしっかりと活用いただいて皆様のビジネスにオラクルが貢献できることを楽しみにしております。以上です。